幼い子の心と体を育むということと、あと家庭的な手作り保育の幼稚園ということを教育方針に掲げています。幼稚園の教育方針の中で4つの柱があります。1つはリトミックと英語、体育、ICT 教育、4つの柱で教育を進めています。幼稚園は一輪車だったり ICT だったり、ちょっと他の園ではやらないようなことを取り入れてる幼稚園なので、子どもたちの力も含めて身近で見られるっていうところが魅力だな、やりがいがあるなっていうふうに感じます。小規模の保育でやっているので、子どもたち一人一人と深く関わることができて、あとは先生たちとの連携もすごく取りやすくて、パートさん含めとても働きやすいなと思います。大学2年生の時に実習で富士幼稚園に来させていただいて、やっぱり先輩先生たちも年齢が近くて、実習から優しく接していただいたので、この幼稚園で働かせていただきたいなと思いました。本園富士幼稚園は少人数の幼稚園でございますので、先生一人一人が子どもの頭をなでながらの保育を行っております。幼稚園入園のお考えをお持ちの保護者の皆様、保育士を目指している学生の皆様、ぜひ見学に来ていただきたいというふうに思っております。